私は結婚してるのお願いそれ以上優しくしないでーこちら昨日1月日日水曜日放送 NHK ラジオ第1大竹しのぶのスピーカーズコーナー昨日放送がありまして早速聞いてみましたけども非常に面白かったですね1983年に大林信彦監督そして澤田研さん主演のドラマ「恋人よ我に帰れ」 そのドラマで大竹忍さんはジュリーと共演したということなんですよね。で、大竹忍さんは、ジュリーは本当に素敵な人で仲良くなってというふうにおっしゃって。で、ジュリーは大竹忍さんと音楽をやりたいというふうにおっしゃって、今聴いてほしい曲があるということで、当時ヒットしていた洋楽の LP、レコードですね。ライオネル・リッチーとか。その LP を何枚か持って、まあ、 大竹忍さんの家に行くということなんですよね。で、大竹忍さんは、えぇ、ー、素敵あのジュリーがわざわざ運転して、家まで届けてくれるという展開になったそうで、それはすごいですよね。大スター、沢田賢治が LP をわざわざ家まで届けてくれるというのは、すごいことだと思うんですけども、ただ、途中で道がわからなくなって、ジュリーが大竹忍さんに電話をかけてくるんですよ。で、当時、携帯、 なななんかいいわけじゃないですかで公衆電話から大竹しのぶさんの家に電話をかけて、まあ、道をこう教えてほしいというふうに電話したわけなんですよねで大竹しのぶさんはまあその、えー、自分の家までの道をまあ説明しているんですけどここからがすごいんですよね公衆電話で電話しているジュリーの周りに人だかりができてしまったということなんですよねあジュリーが電話してるという感じで周りに集まってきちゃったわけですよね すごいですね。で、無事届けてくれたということなんですけども、当時大竹忍さんは結婚して1年目だったということで、もう幸せ、ハッピー、何もかも人生が幸せの時に、もしかして、沢田賢治、私を好きなのかなって思ったらしくて、どうしよう。でも私は結婚してるの。お願いそれ以上、優しくしないでー ととといいうふうに妄想されたということなんですけどねでもまあ勘違いしちゃいますよね天下のジュリー・サザケンさんがわざわざレコードをね自分の家まで届けてくれるっていうことですからねでもその後今の奥様の田中裕子さんと仲良くなってなんか音楽を始めちゃって「なんだ」というふうにねなっちゃうという。 これどう考えても大竹しのぶさんがジュリーのことちょっと好きなんじゃないかなって思ってしまうんですけどね。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー澤田ザさんの最新情報、様々なコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。しぎれもんでした。